もう完全マリオパーティー4じゃん。せーの。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴブルーです。ヒューイヤー。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらトイザラス限定レゴスーパーマリオドッスンのドキドキチャレンジです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは先ほども言った通りトイザラス限定のレゴスーパーマリオとなってます。僕徳島に住んでるんですけど、確か中学2年生か3年の時にやっと徳島にトイザラスができたんですけど、それまでは僕の中でトイザラスは夢の国だと思ってました。僕トイザラス限定のものって聞いたら、うち地元にないんだけどってすっごい思ってました。はい。まあ今は徳島にもトイザラスできたので、まあ全然大丈夫なんですけど、まあ当時は徳島にトイザラスなんでできないんだよってすっごい思ってました。はい。今回のステージは砦ステージとなっていて、ドッスンが強調されてますね。で、思ったんですけど、ドッスンって僕の中で青かったような気がするな。あれはマリオパーティー4の時だったような、なんかマリオパーティー6か5で灰色になったんですよね。で、今回はドッスン以外にバブルが2体ついてきます。はい、箱の後ろはこのようになってます。では開けましょう。ちなみにどうでもいいんですけど、僕はトイザラス限定のレゴのセットを開けるのがこれが初めてです。なのでめちゃくちゃ楽しみです。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で4つと、説明書が1冊と黒い十字ピンが1本です。今回付属する十字ピンめちゃくちゃ長いです。これ僕が今まで見たレゴの中で一番長いです。で、レゴマリオの説明書はいつもの通り専用アプリの中に入ってます。僕このコースの中で一番欲しいのはクッパ城です。やっぱクッパが欲しいのとテレサが入ってるんで、これはいつかは手に入れたいです。クッパのセットも最近ちょっと値下がりしてるので、まあ買いやすくはなりましたね。キャラクターパック第1弾がなんか懐かしく見えちゃいました。はい、めちゃくちゃ脱線しましたが、今からドッスンのドキドキチャレンジを組み立てます。
はい、完成、ドッスンのドキドキチャレンジです。おお、これは思ってたよりでかい。ちなみに僕てっきりサイズ的にこれぐらいなんじゃないかなって思ってたんですけど、やっぱでかいな。ちなみにこちらは1時間20分で組み立てました。パーツ自体複雑なものがあったりしたので1時間20分かかりました。これもう画角ギリギリなんですけど、これは本当にすごい。はい、全体はこのようになってます。これ僕が今まで組み立てたレゴマリオの中で一番高いです。はい、じゃあ近くで見るとこんな感じです。ステージはトリデステージがモチーフとなってます。まずこの骸骨が溶岩リフトです。あ、なんかマリオのステージでこういうのはありましたよね。ちゃんとゲームの溶岩リフトに近いように作られてて、これはすごいな。近いうちにスネブロックとか出るのかな。あれ出たら嬉しいな。そしてバブルが2体いて、もう一番目を引くのはこれですね、ドッスンです。このコースはドッスンの落下ギミックをちゃんと再現してるので、これがすごくでかいです。はい、ではこのコースについてくるキャラクターについて説明します。付属するのはドッスンが1体とバブルが2体です。バブルについては以前作ったバッタンのコースについてくるバブルとほぼ一緒です。なんかこれといって変わってるところはありません。はい、そしてこちらがドッスンです。今回のドッスンは正方形型になってます。僕はどっちかっていうとドッスンは長方形かなって思うんですけど、今回は正方形です。上側から見るともう完全に空洞まんまですね。これはギミックの都合なので、これはまあしょうがないですね。で、僕ドッスン組んで思ったことが、カバー外すとこれパーツがもうすごいカラフルになってます。中がこんだけ複雑なのにはちゃんとした理由があります。それは後に説明します。はい、キャラクターパック2のコトと並べるとこんな感じです。これ完全に親子ですね。いや、これコトもう1体あればなんかいい感じになったんですけど、僕の家にはコト1個しかないので、これ3体で並べられないのがちょっと残念です。はい、そしてバッタンと並べるとこんな感じです。もう完全マリオパーティー4じゃん。でもマリオパーティー4の場合はドッスンの色が青色なんですよね。いや、もうこれ2体並べられて本当に嬉しいです。では今からこちらのコースについて説明します。このコースは主に溶岩リフトに乗ってドッスンの攻撃をかわすステージとなってます。この溶岩リフトがここのパーツに当たることで、上のドッスンが徐々に下に落ちてきて、そしてドッスンがこのパーツに当たってここのバブルが落下します。では実際にやってみます。これドッスンが急降下してくるところがもう完全ゲームまんまですね。これほんとすごい。いや、僕思うんですけど、なんでこれをトイザラス限定にしたのかな。これ普通におもちゃで販売しても全然いいと思うんですけどね。さらに言うと、この溶岩リフトなんですけど結構滑らかに動きます。これすごい気持ちいいな。こんな感じでゆっくり動かせたり、一気にこうすることもできます。はい、ではレゴマリオとレゴルイージを使って遊んでいきたいと思います。ではまずはレゴマリオからいきます。お、これはトリデステージですね。では動かします。あー、これは結構ドキドキしちゃいますね。いつドッスンが落ちてくるのかっていうのが結構ハラハラしちゃいます。では続いてはルイージ行きます。今度は右側に乗せます。失敗したのに喜んでる。ちょっと失敗したところ見たいのでもう一回します。ちゃんと混乱してますね。ちなみにドッスンなんですけど、ここのスイッチが押されることで1段下がります。もう1段押すとこのように落下します。なので自分好みで落ちてくる段数とかも決められますね。さっきは2回当たったら落下するようになってるので、今回は一発で落下してみよう。では行きます。これは自分で落下するタイミングが調整できるので、これは結構面白いです。
らら？せーの。あ、勢い余って混乱しちゃいました。はい、では今からバブルとドッスンの音声確認いきます。まずはバブルからいきます。バッタのコースに入ってくるバブルと一緒の音が出ます。ではレゴルージュでもう一度。あ、2回踏んじゃったはい、では続いてはドッスンです。個人的にドッスンが一番楽しみです。ではいきます。あ、ドッスンは5回分付けたら倒せれるんですね。じゃあそれ以降は、ではルイージでもう一度。やっぱ倒した時の声がマリオとルイージとは全然違いますね。5回目以降は、あ、そういえばバッタも5回だった気がするな。じゃあちょっと一回音声鳴らします。あ、バッタンは6回ですね。ちゃんとドッスンとバッタンで踏む回数が決まってるのすごいな。じゃあレゴルイージでも、あ、一緒ですね。はい、レゴスーパーマリオトイザラス限定ドッスンのドキドキチャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオトイザラス限定ドッスンのドキドキチャレンジを組み立ててレビューしていました。このコースのギミック自体がとても良くて面白かったです。あの、まずこの溶岩リフトと連動してドッスンが1段ずつ落ちてくるのが結構ハラハラ感があって良かったです。で、さらにこのドッスンが一番下まで降りてくると、ここに置いてあるバブルが飛んでくるのがすごく面白かったです。トイザラス限定のレゴスーパーマリオのコース今のところドッスンのコースだけなので、まあ、近いうちに新しいコース出るんじゃないかなって思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ヤハハハハ。